い。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、ん?これなんかあれなんか。ゴールドとかもあるの?お金ゲットしてなんか買えるんかな?装備がパワーアップするとか?わからんけど。あ、すごーい!早速ゴールドゲットやん。そういう感じでゲットしていくんやね。なんかタオル出てきたよ。洗濯機の中から?うわ、水。水っていうか泡?どういう状態?絶対これなんか、え、そっち?水を出し、なんか、水の色が、水色から緑になったけど。ああ何うるさいなもうなんかそのびっくりする声にびっくりする。とりあえずなんかいろん、え、なになんかコインいっぱい落ちとった。やったー。足元に超コイン落ちとったよ。ラッキー。あ、おったおった。何どうしたの?うわ?お、コインやん。イエーイ。ん?これは、ドーナツ?ドーナツ?あの子が食べ漁っていたドーナツ?ん?外?外ではないんか。ちょい待って。これ押したらどうなる?なんか感電しそう。うるさいよ。うるさいよ。お、なんかコインあった。お?すごい!なんか金塊みたいなのあった、今。へぇー。な、一気にお金増えたね。こっち何?わ?おー!え、超素晴らしいやん。やったね。やったね。ネズミ。あのネズミなんか関係あるんかな?あ、ここにも落ちとる。ふぅー。一気に増えた。めっちゃ嬉しいんやけど。で、入れんの、ここ。くし。ん?なんもないんかい。なんもないんかい。さっきのネズミは何もないの?追いかけたら、ん?なんか動いた。なんか動いたよ。これ。気のせい?気のせいか。何もないな。あ、車。駐車場ここ。なるほどね。地下駐車場みたいな感じか。この、あ、これお金じゃない?ほーらー。いい。なるほど。ああいうなんかゴミの山みたいな。スクラップの場所には、なんか色々とお金があるっぽい。何?動かせるの?お。これに乗ってどこかへ行く。あ、これや。掃除機やん。このタイプの掃除機家にあるよ。これでお化けを吸い込むと。急に陽気な音になった。そんなふざけれる余裕があるなら全然大丈夫。これで何をどうすればいいんやろ?お、ん?これで溜めて、こう。したら固まる ?ZR、奥か。あー、吸い込む!おーおー、なるほど、なるほど。で、ZL。あー、押し返すこともできる。へぇー、吸い込むだけじゃないんや。で、両方。何がどうなったの?ちょっとよくわからんかったよ、今。バッチリ覚えたかも。喋れるんなら最初から喋って。説明ちゃんと文字でして。最後の二つ同時押し、一体何やったんやろ?おい待って、どこ行った?二階上がってったよ。ピカーン。やったー!何?光でやっつける。罪もないネズミを。かわいそうに。かわいそうに、でもお金大事なんだ。二階に行くんかな?あ、でもこれ武器を手にしたってことは、お?なんか上にお金ある。どうやって行くんやろ、あれ。どうやって行くんやろ。ね、武器を手にしたってことは、これから本格的にお化けが出てくるってことやろ?
うわー。なにこれ。お、扉が開いた。何急にちょっと自信げな感じやけど。あ、この階段で上がってくんかな。ね、これは何？何もできないの？ん？穴の先に。穴の先には、なんか、お金の絵。びっくりした。ただのゴミか。でもね、絵じゃんね。なになになに、お金？ね、邪魔なんだけど。はぁ、あ、何もできん。おぉ、なるほど。そういうのも吹っ飛ばして、進んでいけばよろしいわけね。あ、あのおばさんの像やん。ほら、悪趣味な感じ。ん？なんかあれ、金塊みたいなの浮いとるよ。下。どうやって行くんかよくわからんけど。ああいうのも吸い寄せたらいいってことかな。ん？どこで何の音が？これさっきの絵のとこではないよね。まあ、一回上に上がったし。あ、でもそっか、階上がってきたけん。あ！ルイージに罰つけないで、まだここにいるから。やられてないから。ほら、ロビーに帰ってきたよ。てか、ここで働きよった人たちは全員お化けってこと？あ。封鎖されている。仲間なの？なんだか楽しそうだけど。なんか出てくるキャラクターもなんかゴーストバスターズっぽくない？こんな感じやったよね？違う？ここまで可愛くはなかったかな？え、めっちゃ行く場所が制限されたやん。なんてことしてくれるの、ちょっと。え、これ何をどうすればいいんだ？吸い込め。え、吸い込めてね。いやー、パンチとかしてこないで。何、幽霊のくせに物理攻撃とか仕掛けてくんの、ちょっと。はぁ、あ。これで吸い込む。実体化してから吸い込む？ちょ、待って。来いよ。お、すげえ。なんか知らんけど、すげえ。投げた。え、さっきまで一緒に遊びよったのに友達じゃないの？何？誰？受付の人じゃないんかい。仲間が増えた、仲間が。え、ここにあった。へい。あ、違う。これで？へい。え、消えた。ちょ、待って。痛い！背後から頭殴るとか。あれ？ピカーン。行くぜ。ちょ、待って。後ろにもおる。大変。よっ。あ、ぶつけることができるのか。なるほどね。よっ、ほ。よっ。わーお。ピカーン。これ上に出てる数字何？あ、それが0になったら吸い込めれるってことか。なるほどね。ふんふんふん。ね、いなくなったんだけどみんな。あ、ん？あ。君まで反応する。よいしょー。やったー。道塞いどってやつも消えた。え、なんか外でやっつけるのと、吸い込んでやっつけるのと、2種類あるってこと？でも外でやっつけたらお金に変わるね。お金に変わるね。何？うん、そっちへ来いと。ん？そこに行くことに何か意味はあるかい？どうしたの？え？あ、そっち？あ、これか。鍵が必要！ちょ、待って、鍵は？あ、なんかこの辺コイン落ちとる。ちょっと待ってよ、鍵がないじゃないか。ん？ネズミがドーナツ食べよる。いやー、ちょっと目の前を雲が。
目の前を雲が。これなんかできるんやない？え？何？なんか攻撃、くそ。ちょ、待って、もう一回。多分今ので雲おらんくなったやろ。あ、ちゃんと中の様子動くんやね。ほら、ずっとドーナツかじりよるだけじゃないんや。ここどうやって入ってくんやろ。なんかここにボタンがある。何のボタンだ？ん？何？帰ってきた。はい。どこでどこでどこで ?ZL と ZR。こっち？あ、違う、ちょっと待って。どっから、こっから降りるのか。どっから降りるんだ、これ。ま、あ、ここか。はい、こっから降りて。はい。おー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 、なんか中に入れた。あのスイッチは？なんか意味ある？何もないの？あ、なんかできた。ほ？あれは？あ、すごい。なんか怪盗になった気分。怪盗キットみたいな気分。あとは？おう。煙っていうか、ほこり？おー、なんか。ただの泥棒やないん、ちょっと大丈夫。あれ何？あ、鍵？やったー！でかっ。待って、でかっ。でかすぎか。まあ、あれか。普通にフロントで鍵は管理するよね。どこ？これか。はい。進みます。あれ？なんか小さくなった鍵？ゲットした時より小さくなった。何？誰？誰の絵？なんか何もない？やったー！なんか、テンション上がるね。あ、なんかお札みたいなのもあるんや。へぇー。コインと金塊と、あとお札があるっぽい。お金。なるほど。で、誰これ。めっちゃ頭尖っとるね。角？どうしたんこれ。え、それが見せたかっただけ？あ、このとこに扉あるんや。ありがとう。ね、あの、覗きよったさ、ネズミがおった部屋はどうなったん？なんもないやん。そこに入っていけばいいんかな。ん？それ？あ。イエーイ！おっかねー。おっかねー。やった。で、以上。はい、入ります。ここも鍵がいる。マジで？そこの鍵はどこにあるの？こっちは入れる。え、何？なんか、顔があるんだけど、何これ顔。え？うい。ねえ、何この顔、気持ち悪くない？これ絶対お金めっちゃ入ってるやつやん。イエーイ。言うて大した金額じゃないような気するけど。なんかこの辺にスイッチがあるっぽいけど。ん？これ何？押せないの？あ、電気流れた。何？あ、鍵！やったー！なんで出現した時鍵そんなにでかいの？ほら、持ってもでかいやん。どこにしまったよ。あ、女の人のものっぽい感じのコートが。待って、ここなんかない？ね、邪魔なんだけど。あ、可愛い服がいっぱいある、なんか。なんなんやろうね、この部屋。楽屋みたいな。は？ルイージの写真がいっぱい貼られよる。何？指名手配みたいな。
だよお前ら、またかよ。え、なに君。キャーは、よっしゃー、来いよ来いよー。よいしょ。あ、これで体力を減らして吸い込むわけだね。なるほどなるほど。なんかハート出てきた。回復できるってことか、これで。ちょっとだけコツをつかんだような気がしなくもない。わからんけどわからんけど。あー、で取ったお金消えた。なんかあれやん、懸賞金かけられとるやん。これひっぺがしてかんでいい。どっちや、こっちか。ほらほらほら、ひっぺがした方がいいよね、やっぱり。よいしょ。オッケー。あ、お金やね。いいえ。いいえ。ああ、どん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 落ちてくるお金。あ、待って、あっちにもコインが。ああ!時間が経つと消えるっぽい。これマップ?マップやけどよくわからん。なんか知らんけど、あれはトイレのマークかな。違うかな。違うかもしれない。おう!よいしょー。どんな貼り方したらそんな裏にお金がいっぱい入っていくんすかね。うん、はい、二つ目の鍵。ほい、ということで、なんやろこれ、絵かな?ほい、それじゃあ、ということで、新しい、あ、これ、あれやん。見たよね。あの、覗き穴から覗いたときに、その場所に来たってこと?ちょっとよくわからんけど。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、めっちゃお金増えたんやけど、このお金は一体どこで使うんやろ。あれかな、ステージの間とかに、なんか武器とか強化できるようなタイミングがあったりするんかな。よくわからんけど。